YouTube をご覧の皆様、チャオ、デルノチです。はい、今日の動画はですね、オフ会を開催したいと思います。はい、実はですね、チャンネル登録者が1000名を超えたら、やってほしいという声をね、去年ぐらいからかな、いただいてたんですが、まあなかなかね、いつにしようかなと思いつつ、そう、開催の機会がね、なかったというか、いや本当にやったところで、0人だったらどうしようとか、結構そういうやっぱ不安がね、あったりしまして。でもまあ、最近でもね、やってほしいっていう声をいただいたりとか、ツイキャスなんかとかね、YouTube だけじゃなくて、そっち行った時でも、そういうのあったらぜひ行きたいですとか、そういう風に言っていただけたので、まあ、満を持してというか、そんなにね、大したもんでもないかもしれないですが、開催することにしました。はい。時期なんですが、今が5月の、今日が16かな ?15 か。5月15日だね。でちょうど、2ヶ月後の7月15日、3連休ですね。海の日か。13、14、15の3連休の最終日、月曜日に開催したいと思います。はい。で、詳細とかは、概要欄にね、貼っておきますので、応募フォームっていう形で、募集させていただきたいと思います。7月の13、14が、モンスターストライクの、スラックパークっていうね、年に1回の大きいイベントが入っていて、それの発表がちょっといつになるのかなっていうのもあって、そこと被ってしまうのは、一応僕ね、モンストの動画でこのチャンネル始めたので、モンストの大きい行事とはね、被らない方がいいかなと思ってたんですが、よかったです。とりあえずね、3連休の最終日が空いてるっていうことなんで、その日でやろうと思います。はい。お昼にね、バーベキューっていう形でみんなと交流できたらなと思います。応募するときの方法として、応募フォームに書いて送ってもらうことと、あと僕のツイッターをね、フォローしてもらうという、その2点だけやってもらえれば、応募完了になりますので、はい。詳しくは、その応募フォームの中に全部書いてあるんで、そっちチェックしてください。はい。今回そんで、まあ、動画の中で最初、あらかじめ言っていこうと思ってるのは、ちょっとお酒もね、飲めるような環境なので、未成年の方だけで参加っていう形は、今回なしにさせていただきます。はい。なんで保護者の方と来てもらうとか、そういう形になってしまうのはご了承ください。はい。もう梅雨もね、おそらく東京明けてると思うので、いい天気になればいいなと。雨の中バーベキューっていうのはね、一応雨降っても、やれるようなところでやろうかなと思ってるんですけど、東京に住んでない方のためにも、駅から割とアクセスしやすくて、東京駅から電車乗り換えなしで1本ぐらいで来れるようなね、場所で今探してますんで、ぜひぜひ皆さん、僕と楽しくご飯食べて交流しましょう。なんか質問とかあったら、応募フォームの中にもリンクがありますし、この動画のコメント欄でも大丈夫ですので、はい。答えれるものにはお答えします。というわけで、皆さんの応募、どしどしお待ちしております。